アメリカ政府中国に制裁、香港問題で本日アメリカのポンペオ国務長官が香港の高度な自治を侵害したとして中国共産党の関係者に対しビザの発給を制限する制裁を課すと発表しましたこちら関係者の親族についても対象になる模様ですこの 中国政府が推し進めている香港への国家安全法の導入国家安全法の導入によって香港の一国二制度高度な自治が完全に崩壊するものと思われますのでアメリカ政府には今後も段階的に中国政府中国共産党に対する制裁を 強化し続けていただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました